ブルゴーニュワインの産地ピュリニーモンラッシェのブドウ畑ブルゴーニュワインはフランス東部ブルゴーニュ地方特産のワイン。ワインの産地名上のブルゴーニュはブルゴーニュ地域圏のコートドール圏に属すコートドニュイ、オートコートドニュイ、コートドボーヌ、オートコートドボーヌ、ソーヌイコールエイコールロワール圏に属すコートシャロネーズ、マコネー、ローヌ圏のボジョレー、 さらにその遥か西方に位置するヨンヌ県のシャブリの8つの地区からなる。ブルゴーニュ地域県の中心都市ディジョンからソーヌ川の下流、南のリヨンに至るまでの地域は、ブルゴーニュのワイン街道と呼ばれ、優れた産地が集中している。なお、ブルゴーニュ地域県では、上記8地区の他に、南西端のニエーブル県プイスユルロワール村で作られる白ワインのプイーフュメが有名であるが、 この地域は、ブルゴーニュではなくロワールワインに分類される。ブルゴーニュは、フランス南西部のボルドーと並び称される、世界で最も有名なワイン産地の一つである。ワインの故障に、ブルゴーニュを含むためには、赤ワインは、ピノノワール、ガメ、ピノリエボー、セザール、トゥルソ、ピノグリ。白ワインでは、シャルドネ、アリゴテ、ピノブラン、ムロンドブルゴーニュなどの品種を使用しなければならない。 奥ブルゴーニュ、コートドール県とシャロネーズ地区及びその地区の産地を名乗るためには、白ワインであればシャルドネー、赤ワインであればピノノワール市を100%使用しなければならない。ボジョレーとマコネー地区はガメが主体であり、4の県で作られる赤には、セザール市とツルソダネが使用されている。ボジョレーとそのより限定された産地を名乗る赤ワインには、主体にガメが使用され、マコンなど、 マコネー地区を名乗る赤ワインは、ガメ、ピノノワール、ピノグリの3種から作られるとされる。ブルゴーニュの奥は、地方名、地区名、村名、畑名があり、範囲が狭くなるほど規制が厳しい。地方名ブルゴーニュの奥は、赤の、ブルゴーニュは、ピノノワール種100%、白は通常シャルドネで作られる。この下に、ブルゴーニュグランウルギネールや、ブルゴーニュパストグランがある。 ブルゴーニュのブドウ畑注釈なしは存命。その後にその村に属する有名な一部の畑を、記載コートドニュイ、編集コートドボーヌ、編集ブルゴーニュオートコートドニュイ、編集ブルゴーニュオートコートドボーヌ、編集。ありがとうございます。